久保さん。映像コンテンツっていっぱいありますよね。鹿児島、桜島ライブとかもあるんですけど、ずっと桜島が映ってるっていうね。そう。なんかあと、あれですよね。高速道路の映像とか、ライブ映像とかありますよね。なんかね、ずっとライブして、ただ垂れ流してるところもあるんですよ。うん。だから、便利な時代ですよね。いろいろできるので。うん。なんかね、僕は昔、ユーストリームっていうにしましょうか。ユーストリーム。もうみんな知らないと思うんですけど、昔ライブするって言ったらね、ユーストリームぐらいしかなくて、まあライブ放送はね、ユーストリームっていうのをみんな使ってたんですけど、その後ね、なんか Facebook にライブができるぞみたいなね。なんか、あと YouTube もライブ機能ついたりとか、結構その後々いろいろライブ機能がついてきたんですよね。で、今なんかほとんどライブできますよね。どこの SNS でも全部ライブできるみたいな。だからその昔はね、すごいそのなんか、高度なね、大昔は機材ないとライブできなかったと思うんですけど、今はね、スマホ一台でね、誰でも気軽にライブできるわけですからね。久保さんも YouTube ライブね、毎日やってると思いますけど、僕はね、有料で今ライブやってますけど、ライブすごいっすよね。これがただでできちゃうっていうね。Facebook ライブもね、昔その、なんかリーチ行くっつってみんな Facebook ライブこぞっとやってましたけど、今どうなんですかね。僕 Facebook 見てないんで。久保さんは Facebook やってんのかな。僕 Facebook 全くやってないから、どういう状況なのかわかんないですけど。昔みんな Facebook ライブやってましたね。どうなんでしょうね、みんな。いってらっしゃい。